薄れゆく夕焼けの光で目が覚める。再会の後、私たちがしたことは仮眠だった。私たちは同じベッドで寝て、疲れていたからお互いの目を見つめる以上のことはしなかった。数時間後の今、私たちはまだベッドの上にいる。マリーナは片方の手で私のシャツをつかみ、私にくっついている。彼女の呼吸は浅く、安定していて、その温かい息が私の首にかかっている。一日中、ここにいられそうな気がする。あるいは、一週間、一年、いつまでも。ただ、この瞬間を楽しんでいる。マリーナの呼吸は大きいわけではないが、小さな笑顔が口からこぼれていた。こんな時間に仮眠をとったから、今夜は眠れないだろう。少し早めに会場に迎えることにはなるかもしれない。列に先に並べば、ステージの近くに行ける可能性は高くなる。あ、そうだね、フェスが残ってたね。起きた時の彼女の気持ちを考えてみる。私は優しく彼女の手から抜け出し、ベッドから起き上がる。時間を潰すために、私は荷物の在庫を確認するために車の後方へ移動する。飲料水が少なくなってきているのと、軽食を一つ用意できるほどの食料がある。マリーナが選んだ歯が腐りそうなものではなく、どういうこと？ 健康的なものが残っている。それにコインランドリーに立ち寄る必要もある。いや、衣料品店に行ってマリーナのための服をいくつか買うべきだろう。私たちはくっつきたがるから。そんな考えが私を笑顔にしてくれて、やめたくてもやめられなかった。もう寂しくなることもない。自分たちのために計画を立てられるから。マリーナを起こさないように気をつけながら、ベッドのそばを歩いていると、ある異変に気づく。外が明るくなってきた。やばい。その言葉が私の頭に浮かんできた。私たちはただ一日中寝ていたわけではなかった。私たちはその翌朝までずっと寝ていたのだ。マリーナ。私は彼女の名前を叫びながら彼女の肩を揺する。私が慌てているにもかかわらず、彼女はゆったりと目を開ける。アンバー？どうしたの？寝すぎちゃったみたい。早く行かなくちゃ。フェスがあと数時間で始まるわ。マリーナが子供を撫でるように私の頭を撫でる。アンバー、大丈夫。それは明日だから。今日がその明日なの。私たちは夜通し寝てたのよ。彼女の目が少し大きくなり、太陽の光が彼女の顔に降り注ぐ。え？ほらね。ベッドに彼女を座らせる。早く行かないと一日中並ぶことになるわ。彼女は目をこすり、ベッドから転がり起きる。起きた、起きたよ。コーヒーを入れてくれ。マジで飲めるようになったの、マリーナ。あ、でも砂糖たっぷりかな。いいわよ。準備してくる。私はうなずき、マリーナゾンビは歯を磨き、髪を整えるためにバスルームに足を引きずっていく。ほどなくしてコーヒーを入れる温かい匂いが満ち、マリーナとコーヒーの準備がほぼ同時に終わる。マリーナは私がいるところに飛んできて、私の肩にもたれかかり、私は彼女に腕を回す。ラブラブやんけ。ごめん、待たせちゃった？別に大丈夫よ。一瞬だったから。それから私はマグカップを2つ手に取り、1つをマリーナに渡す。私は蒸したブラックコーヒーを入れた後、クリーマーと砂糖を彼女に渡す。彼女に差し出す。しかし、マリーナは首を横に振る。あなたみたいに飲んでみるよ。驚きで眉が上がり、私はカップにコーヒーを注ぐ。本当に？とっても慣れが必要な味よ。マリーナは一口飲み、嫌悪感で顔を歪ませる。おいしいよ、嘘つけ。 いや、本当だよ。
彼女は次に一口でむせる。私が飲んでるからといってブラックで飲む必要はないわ。慣れが必要って言ったでしょ。だからその味に慣れたいの。まあ好きな人と一緒のものを飲みたいってことだよね。その通りね。私が最初の一杯を飲み終えた時、彼女は4分の1しか飲めていなかった。彼女は途中で諦めて砂糖を入れる。慣れるのは今度にするよ。そうした方がいいわ。まあ、今急いでるし。彼女がコーヒーを飲んでいる間、私は金を隠しているキャビネットへと行く。そこにはそれとは別に明るい装飾が施された小さな箱がある。それを取り出してカウンターに置く。すぐにマリーナが飛びついてきた。お、何それ。中には柔らかい布でできたリストバンドが2つ入っている。これがフェスの入場券になっているのだ。私は一つをマリーナに渡す。ハーズ？グランプス？彼女の優しい受け取り方は、彼女が最初に金を手に取った時のことを思い出させる。落ちたら壊れるものを持つような持ち方だった。忘れないように気をつけてね。じゃないと私が見に行ってる間 RV の中で待たないといけないわよ。そんなの嫌。少しそうなった時のことが浮かんだ。それでも私は誠実に答える。そうね、私もそう思うわ。それでも念のためにね。リストバンドからぶら下がっている小さなタグがあり、マリーナがそれを引っ張って締める。それから彼女は身を乗り出して私の頬にキスをした。そうはならないよ。私も自分のをつけて箱を安全な場所に戻す。胸が少し苦しくなる。いつも私と祖父が行くんだと思っていた。マリーナが私の手に触れ微笑む。私も微笑み返す。それでもこれで十分すぎるほどだ。運転をする前に私はその悲しみを飲み込む。準備はいい？もちろん。じゃあ行くわよ。私がキーを回すとキャンピングカーはうなるが、エンジンがかかる。直したのか。動かなくなるかもしれないと少し待ったが、いつもより全体が揺れているだけだった。ゆっくりと駐車場を出て大通りに向かう。朝早い時間なのにたくさんの人が出ている。交通量が多く、おそらくフェスに行く人も多いだろう。これが私が早く出たかった理由よ。普通は30分の運転だけど、これはイライラするわね。みんな同じ場所に向かってるってこと？多分、少なくともある程度はね。マリーナが笑う。何？宝探しもそうだけど、こんなのがずっと起こっているのがおかしくて。どこに行っても渋滞、その次も渋滞。ええ、その通りね。この後は良くなると思うけど。うん、そうだね。私たちは事故った車の近くまで来る。怪我人はいないように見えるが、非常に進むのが遅いのはこれのせいだ。そこを通り過ぎるとようやく加速できる。新しくなったエンジンは軽くなっていて、すべてがスムーズで静かだ。すぐにインディオの街が見えてくる。カリフォルニアとアリゾナの州境に非常に近く、このフェスは街の東の数マイルを使って開催される。近づくにつれて期待が高まってくる。マリーナは座席で跳ねたりそわそわしているので分かりやすい。私はマリーナよりは落ち着いているが、その気持ちを感じている。私たちは全く同時に顔を見合わせ、にやりと笑う。そうすることが増えてきた。やっとフェスの中の巨木が目の前に見えてきた。私は駐車場とキャンプ場に向かうさらに長い列に加わる。クーラーボックス、椅子、キャンプ用品を持った客が
未塗装の道路の端に集まり、進む速度が落ちる。結局、私たちは場所を探してエンジンを切る。マリーナは私を見て、私が何か言うのを待っていた。でも私は安っぽいスピーチをするのをやめにする。そして彼女の手をつかみ、一緒に立ち上がる。行きましょう。期待でワクワクしているといった空気があり、その気持ちが人々の顔に現れている。彼らの上に波のようなエネルギーがあるようだった。ここにいる者はみんな興奮と一体感を共有している。ここにいる誰もがこの日が来るのを何ヶ月も待っていた。そしてついにその時が来た。背の高いテントと移動ステージが私たちの周りをスペースを埋め尽くしている。ミュージシャンが直前までサウンドチェックを行い、ドラムとギターの音が浮かび上がる。それが何千人もの喋り声の中でかろうじて聞こえる。私たちの周りには様々な姿、大きさ、色の人があふれている。それは社会の境界線が侵食されているようで、祖父が望んでいたものだと思う。何気なく私は親指でマリーナの手のひらにハートを描く。なんでいきなりそんなことしてんの？彼女は手を握り返し、おそらく何の形かは分かっていないが、全く同じことを感じたのだろう。それでどこに行くの？リストバンドをチェックして案内されるまでの間、列に並ぶことになるわ。しばらく時間がかかるでしょうね。また渋滞でしょ？そうね、もう一回ね。頭の中に地図を入れていなくても迷うことはなかった。退屈そうなスタッフが数ヤードごとに配置され、矢印付きの標識を持っていた。遠密のように参加した大勢の人が道路へとにじみ出していく。私たちがお互いに押し合い、数が多すぎてゆっくりと進むことになる。毎年10万人近くの人が参加している。ショーは何時に始まるの？最初のバンドが11時くらいだけど、私たちが見たいバンドは夕方以降よ。今は何時？空を見上げ、空いている手で目を覆う。多分10時半？太陽を使って時間を計ることなんてできるの？できないの？みんながみんな広大な自然で生まれたわけじゃないんだよ、アンバー。じゃあ私はダメね。慣れてないもの。それに出る前に時間を確認してきたわ。うん、そっちの方が合理的だよ。いつか日時計の使い方を教えてあげないとね。森の中で迷った時なんかに重宝するわよ。そうだね。その時は時間が本当に気になってくるしね。覚えておくべきよ。暗くなって寒くなる時間は知りたくなるだろうし、シェルターを見つける時間も確保できるわ。そんなことになったら頼りにしてるよ。一緒にいなかったらどうするの？なんでいてくれないの？私はその場で彼女にキスをする。バカップルだな、もうここまで来たら。あれから私は関係がぎこちなくなるのではないかと少し心配していた。でも彼女が怒鳴るような喧嘩や口論はなかった。喧嘩をすることがないこともマリーナが好きな理由の一つかもしれない。彼女は本気で私が悪いことができないと思っている。私が彼女とこうなるのに何をしたのか、何をこれからするのかはわからないが、最終的な結果には満足している。フェスの入り口まで来てゲートを抜けると人の流れが速くなる。スタッフが私たちを衣類の上から叩いて調べていく。私たちは武器や麻薬を持っているわけでもないので、じっと手を挙げる。大きなディスプレイの下を通り抜け、私たちはこれで本当に会場に着いたと言える。マリーナは跳ねてくるくると回りながら私の方にやってくる。やっと来れたね。ええ、本当に来れたわ。長い旅だった。私たちがしてきたこと、
訪れたすべての場所、出会った人を思い出す。そしてそれらがどのように私たちをここに導いたのかを。私が微笑みながら彼女に手を伸ばすと、途中で手がぶつかる。彼女も私の方に手を伸ばしていた。何か食べる？食べる。それなり時間何も食べていなかった。今思い返してみると1日以上は。考え出すと食べ物について考えるのをやめられなかった。私はトラックとテントが集まったフードコートへと彼女を連れていく。売っているものはどれも脂っこいが美味しい、心ときめき癒される料理だ。近くにあるトラックまで行きメニューを読む。アンバー、マリーナ、これってタイプミスか何か？揚げマーズバーがあるって書いてる。何それ、マーズバー？違うわ、それってフェアやフェスで人気なのよ。彼女は嘘をついているのは分かってるよ、とでも言いたげだ。うん、そうだね。いや、本当に本当なのよ。チョコレートバーにピクルス、スナック菓子、どんな揚げ物でも食べられるわ。そんなのあった？ごめん、さすがに言い過ぎたわ。油分が多すぎて考えるだけで胃がムカムカしてくる。オーダー入ったよ。フライヤーを扱っている男がカリッカリッカリの塊を取り出す。生地のせいでそれが何かを判別するのは不可能だった。拭き取ってもあまり変わらないような油を拭き取った後、店員はそれをロー紙で包み、窓の外で待っている人に渡す。何を食べているのかまだわからないが、その人は嬉しそうに噛みついている。チュロスとか、そんな感じ？何か欲しい？マリーンは首を横に、マリーンになっちゃった。マリーナは首を横に振る。パス。それより少し先で普通のピザスタンドを見つけ、何切れか注文する。私たちは食べている間、お互いが少し離れた場所に立つ。トッピングが急速に劣化していく皿に落ちないようにするためだ。食べ終わったらナプキンで顔全体を拭く。オレンジ色の油が取れてきた。拭き残してるよ。彼女は私の唇より上の部分を拭いてからキスをする。待って待って、場所を変えて、あ、場所を教えて。今度はキスをする前に顔を拭いていない。彼女の息はピザの味がする。もしかしたら私のかもしれない。キスをし終わった後は二人とも笑顔だった。太陽を確認しなきゃ。今は何時？私は空を見上げてから下を向き、一生懸命考えるという大げさなふりをする。腕時計を買う時間でしょうね。それってお父さんが言うようなジョークでしょ？そういうの親父ギャグっていうのよ。おっと、手厳しいわね。傷ついたわ。まあ多分正午過ぎでしょうかね。それでもまだ時間はあるけど、他のバンドを見に行かない？ええ、そうね。入り口でもらったスケジュール表を取り出して彼女に渡す。私が知ってるグループはいないから、会いたい人がいたら言ってね。マリーナは黄色い声を上げる前にリストをざっと見る。やばい。ねえ、あの人たちに会いたい。彼女は次にメインステージに立つ人のランを指さしている。わかった、こっちに来て。文字通り興奮して跳ねながら彼女は人混みの中に連れていく。どんな音楽なの？ここでは音楽の方がうるさいので叫ばなくてはならない。マリーナが私に近づいて答えてくれた。彼らはラッパーなの。二人は新しいアルバムが超人気になったの。猫を楽器にした曲をやってるんだって。そうなのね。私はラップに興味があるわけではなく、特に何かがあるわけではない。
そしてマリーナがまだ祖父のバンドに夢中ではないと確信できる。セットが終わると同時にステージに着く。たくさんの人が離れていくので川の上流に向かうようなものだった。でもなんとかステージに近づくことができた。今のところどう思う？どの部分が？全部よ。なんかすごいよね。でも楽しいよ。いろんな人を見るのが好きだし。ええ、いろんなものを見れるわよ。近くのスピーカーから低音が鳴り響く。録音済みのメドレーを再生しているだけだが、マリーナはいくつかの曲に合わせて歌っている。しばらくして2人のラッパーがステージに登場し、みんなが歓声を上げる。私が振り返ると、観客が再び増えていることに驚く。マリーナを見ると、彼女は私を気に留めることなくステージを見上げて笑っている。40分後、激しい拍手と歓声の中、2人はステージを去っていった。彼らのパフォーマンスはとてもよく、私も拍手を送った。どうだった？すごく良かった、すごく良かったよ。もしね、あの2人が今日演奏するって知ってたらもっと興奮してたよ。世界で私のお気に入りのバンドの一つだからね。ラインナップを見てなかったの？そうじゃなくて、バンドってみんなが聴いてるようなバンドだと思ってたの。私は大笑いする。あれはフェスではなかなか売れないでしょうね。少なくともこんな多くの人には。でも私は新しいのを聞くのも好きよ。ステージからステージへと渡り歩き、聞いたことのないバンドを見に行く。そうやって数時間を過ごした。マリーナが好きなグループもあれば、変な名前のグループもあった。日が沈み始めた頃、私たちは東のステージに戻り、その日の最後のショーを見る。フェスって何なの？一箇所で、なんかこう時間順に歌ってくとかじゃないの？いろんな場所に設置してある場所をぐる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 回る感じなの？私行ったことないからわかんないんだけどさ。今回はマリーナがリードしている。何度もステージを行き来しているので慣れてきていた。私たちは少し草が茂った斜面に場所を見つけて座る。大丈夫？見えづらくない？いや、ここからはよく見えるわ。そんなに混みそうにはないわね。もちろん、そんなにというのはここでは何千人もの人々を意味する。他の演目に比べて少し小さいくらいだ。マリーナが私の肩にもたれかかる。ワクワクする？控えめに、ちょっとね。ステージの幕が上がると、バナーと大きな布の背景がぶら下げられる。目をつぶっても描けるおなじみの黒いロゴが飾られていた。私の興奮と同じくらいの熱量で、そよ風がそれを揺らす。この人だかりの平均年齢となると、私たちはかなりの外れ地になる。私たちの前にできている列には、ちょっとしたハゲ頭とバンダナがちらほら見える。バンドがステージに上がり、拍手の耳をつんざくような轟音の中で言葉を失ったとき、私はマリーナに軽口を叩くつもりだった。私のそばでマリーナが何千もの叫び声の中に加わっている。普段はこういうことには人の目を気にするのに、どうしてだろうか、私もマリーナに加わっている。イントロが流れ、最初の曲が始まる。それは私が生まれる前からあった2枚目のアルバムのオープニング曲だった。彼らは私が生きているよりも長くこの曲を演奏している。これもいい曲だけど、どれもいい曲だ。グループ全員が魅力的で、曲から曲へと移るときに休むことがない。曲を知らなければ全部が一つの長い曲に聞こえるだろう。数十年分のアルバムにもかかわらず、すべてが調和して滑らかに流れていく。まるで元からそういう風に作られていたかのように。いつの間にか自分でも気づかないうちに目をつぶっている。いい意味で自分を失っていた。隣にいるマリーナは小さく揺れている。
頭の中に悲しいことは一つもなかった。40分間全てが正しく思える。私の人生がこれほどの短期間で完璧に好転するとは思いもよらなかった。数えきれないほどのコーヒーとガソリンスタンドのスナック、金の箱が3つ、5つの週、3週間の埃っぽい砂漠の道、それと燃料計が1つ故障している。私は目を開けてマリーナを見る。驚いたことに彼女は私の方を向いていた。彼女は少し近づいて私に寄りかかり、彼女の頭を私の肩に乗せる。私も彼女に寄りかかり、一緒に曲に乗る。それから曲が終わると、またみんなが一斉に歓声を上げる。そしてバンドのリーダーが指を立てる。これがこのグループの最初のブレイクだ。もう一曲。それから彼は私がよく知っているギターストラムを演奏する。私が恐れていたと同時に一番楽しみにしていたギターストラムだった。私にとって一番馴染み深いイントロで、スワンソングでもある。ソフト、私のお気に入りだ。今にも泣くのではないかと、いつものマリーナの心配そうな視線が感じられる。でも今回は私の唇を彼女の唇に押し付けて微笑む。大好きな子と一緒にいて、お気に入りのバンドがライブでお気に入りの曲を演奏しているのを見る。笑顔でいないことなんてできるだろうか。どこかで祖父も笑っていてくれたらいいと思う。死後の世界があるのなら、どこかでフェスの無料チケットを手に入れてほしい。ほろ苦い涙が一粒漏れ出て、顔を伝って唇へと流れる。私はここにマリーナの代わりとしてではなく、私たちと一緒に祖父がいる姿を思い浮かべる。祖父が彼女に似ているのは分かっている。曲が終わり、私は一言だけ口にする。さようなら。私は何かが変わったのを感じる。物理的なものではなく感情的なもので、何か新しいものを私の心の奥底で感じることができる。バンドのメンバーがお辞儀をする。人々が心からの気持ちを叫んでいる。私の隣でマリーナが恥ずかしそうな顔をして私に目を向ける。アンバー、何？私ね、宝を見つけて何をしたいか分かったの。私たちは二人とも最初は相手が何を考えているかを正確に知るために身を乗り出す。私もそうしたいと思ってたから。それじゃあ次はどこに行く？どういうこと？旅を続けるっていうことか？英語英語わかんない日本語にしてくれ。なんでここだけ英語なんだ、翻訳されてないよ絶対いいこと言ってんじゃないのこれわからん。Sunshine, Alpine, family, friends, and good times. Mind me why I'm doing what I'm doing. Amen. はい、ということで、ハイウェイブロッサムズ、無事にクリアしました。いや、結構長かったね。いや、こんなに長いと思わなかったわ。途中ね、二人が険悪になる感じが多かったから、ちょっと心配だったんだけど、最後はね、いい感じにまとまって、よかったなと思います。まあ、初めてのユリゲーでしたが、すごい面白かったですね。またちょっとユリゲーやってもいいかな。はい、ということで、ハイウェイブロッサムズでした。よかったら、他の動画も見に来てね。バイバーイ。